はい、どうも、さゆきです。今回はね、コンテンツというよりちょっとね、あるテーマについてあなたに考えてみてもらう機会にこの動画を回してもらえたらなと思っています。はい。まあ、というのもね、先日、養成スクールというね、まあ、セミナー、東京の実技会場の方にですね、実技セミナーの方に、僕もね、参加させてもらった時に、ある受講生さんから、まあ、聞いた話というか、まあ、意見がありまして、はい。まあ、同じね、職場で働く同僚、スタッフさん、の中でですね、認知症の方のね、こう運動機能をアップさせることや体力をね、こう上げるっていうことをしたくないっていうね、そういうふうに思われているスタッフさんが、まあ、こう同僚の中でいるんだよという話になりました。はい。っていうのもですね、認知症状のね、こう改善法をですね、まあ、職場で実践しようとしてもね、そのまあ周りのスタッフさんがあまりよく思っていないと、思われていないという、そういった話はですね、前からちょこちょこ聞いてたなと、はい、まあ思ったんですね。そもそも認知症状が改善するという考えっていうのが、そのイメージがね、頭にないもので、まあ、そんなね、方法やったって無駄やと、はい、認知症は改善するものじゃないんだからと、いうことで、まあ、そんなことより通常業務回すことの方が忙しいし、そっちやってよっていうふうにね、こう思われていてという、はい、まあ、受講生さんとしてはですね、改善するのになっていうふうにね、こう思いながら、ちょっと窮屈な思いをしているというね、まあ、そういう話、そういう、意見はですね、まあ、ちょこちょこ前からね、こう聞くことがあったんです。はい。けども、今回はね、聞いた話はね、若干それとは違う内容感じでして。はい。まあね、こう、認知症状が改善するという考え、イメージが、なかなかこうね、頭にないっていう部分では、まあ似てはいるわけなんですけど、まあその上で、はい。まあ認知機能は低下したまま、要は認知症状はこう出た状態のままですね、運動なんかしようもんなら、はい。体力がついてね、歩けるようになってしまったりとか、それこそ体力がついてね、動き回っていると。いうような状態を作ってしまうと、はい、症状を抱えたままやから変に動き回られてですね、目が離せなくなると。はい、危なっかしいと。要は介助量が増えて余計大変になると、いうことで。まあそうなってしまうぐらいならですね、いっそね、運動とかね、そういったことはせずに座ったまま。はい、もしくは寝ててもらった状態の方がですね、まあ、怪我させるっていう、そのリスクは、ない、リスクはね、少ない状態ですし、まあ介助量としても、少なくて。いいという考えをね、同僚の中では持たれている、そういうね、パターンもあるんだっていう話を、まあ、要は今回聞かせてもらったわけです。まあ、これを聞いてですね、なるほどと。はい。なるほどと。すごい複雑な気持ちになりました。なんて言うんですかね。まあ、そのね、もちろんデイサービスとか、まあ、その他、なんでしょうね、施設さんとかでですね、こう働くスタッフさんの立場とか、状況からするとですね、その言わんとすることはとてもよくわかる。やっぱりそうですね、怪我させるっていうことはやっぱり当然ですけども、やっぱり避けるべきポイントだと思いますしね。はい。だからですね、そういったリスクが上がるぐらいならばやめちまおうということで、ね、言わんとすることはとてもすごくよくわかるなとは思うんですけど、複雑な気持ちになりましたね。まあどうすればいいのかっていうのはですね、まあその時にも今もね、まあ、なかなかちょっと答え出んかったな、出んなというようなところもあるわけなんですけども、まあ、理想を言うならですね、まあ、認知症状は改善するし、そのためのね、こう、運動をやろうとね、まあ、その受講生さんはじめしているわけなので、まあ、それを理解してもらい、まあね、巻き込んでいくっていうことが、まあ、理想形なのかもしれませんけど、でもそれって人やね、その人やその職場によって考え方とか空気感がやっぱり違うもんで、難しいですよね。はい。これについてあなたはどう思うでしょうかね。はい。まあ、ぜひね、なんか考えてみてほしい。まあ、そういうきっかけにしてほしい。考えるきっかけにしてほしいなと。もしあなたも似たような立場ならですね、共感する部分もあるかもしれないしというところですよね。はい。まあ、なんていうんですかね、もし思うことがあったりとかですね、ご意見ありましたらね、まあ、もしよければ、これ YouTube ですよね。はい。下のね、こうコメント欄なり、まあ、メルマガでも配信しますから、メルマガのご意見ボックスにでもね、何かメッセージいただければ嬉しいなと思います。はい。まあ、もしね、別にメッセージ、しなくてもですね、自分だったらどうかなとかね、そういうふうにね、ちょっと今回ね、考えてもらうきっかけ、機会にね、してもらえれば嬉しいなと思っています。コンテンツっていう感じじゃないけど。はい、今日はそんな動画でした。はい。まあ、もし、まあ、なんかね、何かね、進展でもあれば、別で動画撮ろうと思っています。今日の内容は以上ですね。はい。見ていただき、ありがとうございました。もし内容がいいねと思ったら、いいねボタンを押してください。チャンネル登録もお願いしたいと思います。ではまた、動画の方更新しますんで、それまで。さよなら。